何話かちょっとあれなんですけど僕がタンカーで運ばれるシーンがあるんですよ病院になんかいろいろありましてで運ばれてる時にあの八重がそこに駆けつけてまあ要は大丈夫なんですかってこういうシーンがあってあそこめちゃくちゃ僕印象に残ってます眠ってたよね <laughs> はい <laughs> <laughs> あの違うのタケル君撮影中にね、はい、僕はだって寝るという芝居を 求められているからでもね意識不明なんで「スピースピー」とか聞こえてて「えって佐藤さん寝てますね」って言ってみんなで <laughs> <laughs> あそれはそうなんですね。なんか印象にはは残ってないはずだよ <laughs> めっちゃ残ってる理由があって <laughs> 要はそのいわゆる俳優のなんていうんですかねこ,うここぞというなんかこう。 感情がぐっとなるシーンって、まあ、泣き芝居というのクライマックスのシーンって、まあ、大体みんなこうスタッフが全,全員こ今日は大事なシーンだからって思ってすごくあの環境も整えてでこう長回しで一発取って一回めちゃくちゃこういいお芝居ができて OK っていうのがまあ普通なんですよ。でまあ、そういうのはみんな経験があるしそういうのやってるんですけど僕が個人的に思うのは一見なんてことないシーン。 例えば多分その僕が短歌に乗って八重が「こう春大丈夫なんですか?」っていうシーンって実際オンエアで見たら本当多分1秒ぐらいその八重の顔の寄りとか12秒の、えー、っとカットだし撮影もそんなに長い12ページぐらいの尺なので多分スタッフさんもそんなこう普通のシーンだと思ってやってるんですけど多分満島さん的にはここが本当に大事なんだっていうことでその12秒のカットのために何回も。 こう目に涙を浮かべて気持ちをぐっとこう持ち上げてやってる様を見てめちゃめちゃかっこいいな、この人って実は思ってたんです、はい、寝たけど、うん、本当に思ってたその目はかっこいいなって思えたから安心して眠れたんですはい